プリンセス大阪は大阪府及び周辺の近畿地方に住む女子大生、社会人、高校生を対象としたミスコンテスト。全国展開されているミスコン、プリンセスの近畿ブロック版である。もともとはプリンセス関西と称し、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県の女子大生を対象としたミスコンであった。当初は近畿2府4県を プリンセス京都、プリンセス大阪、プリンセス神戸の3ブロックに対別して先行していた。2010年以降のプリンセスの全国展開に伴い、2011年にプリンセス関西が名称を変更してプリンセス大阪となった。2011年9月29日に阪急西宮ガーデンズ内でプレイ,イベントを開催し、加藤夏樹がゲスト出演している。 公募で集まったエントリー者の中からグランプリだ各賞を選出。プリンセス候補関西最大級のミスコンテストプリンセス関西2009名称変更のお知らせプリンセス関西プリンセス大阪プリンセス大阪2011プレイイベント加藤夏樹ブログビューティービューティー新着情報ミスコンテストプリンセスアナウンサーモデルタレントの登竜門ありがとうございます。